これ覚えてる？ガリガリ君。ソーダの青色はここから始まった。1980年、遊びながら片手で食べられるかき氷としてガリガリ君が誕生しました。ソーダといえば無色透明。しかし当時アイスに色がないと価値がないとされていたんです。そこで色をつけたのがガリガリ君だったんですよね。大自然の中で遊ぶ様をイメージして海や空の色である青色が設定されたらしい。5円チョコ。なぜ低価格にこだわるのか知っていますか？貧しい子供たちにもお菓子を食べてもらいたい、そんな思いから日本一安いチョコレートの開発が始まりました。先に生まれたチロルチョコのノウハウを生かして1984年5円チョコが実現したんですよね。少なかったお小遣いでお世話になった人もいるんじゃないでしょうか。このサイズ感もちょっと嬉しかったんですよね。ヨーグレット。薬の包装技術が使われた。1979年、ヨーグレットが誕生しました。お菓子の他にも医薬品を製造していた明治ですが、実はその技術を生かして作られたのがヨーグレットだったんです。駄菓子には珍しくカルシウムも補給できる優れもので、栄養機能食品にもなっているんですよね。パイの実。熱帯植物から生まれた。実を焼くとパンの匂いがするパンの木。この実がパイだったらいいな。実はそんな発想から生まれたのがこのお菓子。1979年に発売され、当時希少であったパイを利用したお菓子として話題になったんですよね。ちなみに六角形なのは焼いた時に綺麗に浮き上がらせるためらしい。ビッグカツ。創業者自ら全国へ。駄菓子屋を中心に量り売りされていたおやつ串カツ。1978年、こちらを改良する形でビッグカツが誕生しました。実はこれ創業者が自ら売り歩いたことで人気になった駄菓子だったんです。この美味しさは親から子へ伝わり、長年親しまれる駄菓子になっていったんですよね。輪投げチョコ。どちら派でした？その結果はアンケートの回答ありがとうございます。ハイエイトチョコの翌年、1968年輪投げチョコが誕生します。アンケート結果はこちらの通り、意外にも輪投げチョコに票が集まる形に。ハイエイトチョコは14粒なのに対して輪投げチョコは26粒。このお得感が人気の秘密なのかもしれませんね。アイスボックス。不思議な氷は丸々からできていた。1989年、飲めるアイスをコンセプトにアイスボックスが誕生しました。アイスボックスといえば味や硬さにムラのないこの不思議な氷が特徴の一つ。実はこれ霧吹き状にした水を瞬時に凍らせて作っているんです。普通の氷とは違う食感が楽しめるのはこういう理由だったんですね。皆さんの思い出はありますか？よっちゃんイカ。ロールスロイスの宣伝車がある。1976年、よっちゃんイカが誕生しました。名前の由来が創業者のあだ名から来ていることは有名な話ですが、実はこれかのロールスロイスを宣伝車として使っていたことがあったんですよね。昔はキャンペーンをやっていて、空袋を集めて送ると抽選で実際に乗ることができたんです。キャラメルコーン。なぜピーナッツが入っているか知っていますか？1971年、キャラメルコーンが誕生します。しかしこちら開発段階である問題を抱えていました。実は暑い時期になるとコーティングが溶けて固まっていたんですよね。そんな問題を解決したのがこのピーナッツでした。こいつを一緒に包装することでお菓子全体に塩がつき溶けづらくなるらしい。チョコボール。キョロちゃん誕生の由来知っていますか？1967年、チョコボールが誕生します。しかしそれ以前に原型となったお菓子があるんですよね。それがこちら。このパッケージを開けた時鳥のように見えたことからキョロちゃんが生まれたらしい。ちなみにこの時は宇宙少年ソランのキャラクターをパッケージに添えていたそうです。ペロティチョコ。実はまだあるあのチョコレート、ビジュアルが変わっていて気づかなかった人もいるのでは。おなじみのペロティチョコは1970年に発売されました。
当時のものと比べるとかなり見た目が変わっていることに驚き、現在はより立体的に進化しているんですよね。ちなみに当時のものは未だに未開封が流通していて、コレクターに人気らしい。雪見大福、もともとはマシュマロだった？皆さんは雪見大福の元になったアイスを知っていますか？それがこの綿帽子。当時はアイスをマシュマロで包んでいたんですよね。1981年、これを日本人好みに発展させたのが雪見大福の始まり。これは結構驚きなんですけど、雪見大福は学校給食に採用されたこともあるんですよね。とんがり菓子、廃業から復活？昔ながらの駄菓子。製造元の廃業により生産を終了した元祖とんがり菓子。実は当時の機械が引き継がれ復活を遂げているんです。とんがり菓子は1952年から続く伝統の駄菓子。このパッケージもどことなく元祖に近いものを感じますよね。戦後高級品だったソフトクリームを真似て作ったのがこのお菓子の始まりらしい。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは懐かしいものを取り上げていますので、ぜひチェックしてみてください。またリクエスト、コメントなどもどしどし募集中です。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。